ファニコン自体がちょっと無理っぽくて、私なんか一人でさめっちゃ配信してて、そうでなんかみんな来ないなとか言ってたらなんか違った、配信できてなかった。ちょっとまずショールームでやること、ちょっとファニコンについても話しますね。アップアップガールズかこんにちはですね、ファニコンというアプリを使って配信、あ間違えた、ファニコンというアプリを使ってファンクラブみたいな感じでちょっとファンの集いみたいのを開いてるんですよ、ニキランドっていう。そこではなんかグループチャットみたいのがあって、アプガニキのメンバーがポンポンこう LINE みたいにコメントするのも、ファンの人も一緒にこうコメントできるみたいな LINE みたいなし、グループメールみたいのができたり、あとは、私はいつもそのファニコンっていうやつで楽屋の舞台裏をレポートしたりしてます。で毎日配信を行ってるんですけど、メンバーがそれぞれぐる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 回ってる感じ、ぐるぐる回ってる感じで、今日はほうちゃん、あー落としちゃった、今日ほうちゃんなんだけど、ほうちゃんの携帯の調子も悪いプラスファニコンの調子も悪かったのかな、なんかうまくいかないみたいで、急遽カジ島がやらせていただこうと思ってファニコン開いたんですよ。なんかねファニコン自体がちょっとダメっぽいくって、ちょっと残念な感じで申し訳ない、待ってくれた方、ちょっと11時からなってしまったんですけど、ここでお題だけはねちょっと引き継ごうということで、お題、いやマジお題も分かってないんだよね私、やばいやばい本当にごめんなさい、どこにツイート、ツイートアップアップ、高校1年生思い出ベスト5と新学期の抱負だって、やばいじゃんマジそれうち行く、やばい、よしよしよし頑張ろう。新学期の抱負をね、オッケーオッケー、高校1年生の思い出ベスト5ね、5個もマジかよ、めちゃめちゃ多いじゃん、ちょっとニーナからのお題なんだよねやったやった、めっちゃ面白いね、ちょっと頑張ろう。カジの高校1年生の思い出ね、まずアップグニキじゃなかったロングヘアだけど、ね、写真探そうか、高校1年生の写真を探してみます。あそっからだね、ロングヘアでした割と。でどういうこと聞きたい逆に、むずいね、思い出、高校1年生の時どんな子だったっていうのはいろいろ、なんかベスト5とか言ったのか、むずいな、どれでもいいんだけど、そんなに大した面白い話とかがなかったりするんだよね。あかん、なんかなかったかな、ちょっと写真、得意教科だって、もうバッキバキに音楽オンリー終わり音楽だけはできたね、そう音楽だけはねやっぱりできたよ、ちょっとだけピアノやってたからその分があってできたんだけど、あとは厳しいよね、本当に難しいもんな、そう難しかったなっていう思い出ですね。ましうわロングのカジ島も全然ないじゃん、中学生になっちゃった、すっごい端っこの方でピースしてるのだったらあったけど、すっごいボケボケだな、これ見えないじゃん、写真ってなかったっけ、もうちょっとプリクラとかないの、本当に私って写真ないねびっくりするぐらい写真ないんだけど、アイドルになりたかったとか全くだったね、専門学校どこ行こうって決めてたぐらいです、
そしたらまた始めちゃって、なんかアプガニキでファニコンっていうアプリでね、あのぐるぐるメンバーでねリレーつないでるんだけど、それがねうまくいかなくってね、家事配信ルームでやることになったので、高校1年生の時の思い出ベスト5っていうのをお題できたんだけど、高校生の時の写真なかったっけって今探してるとこなんです。どうしよう、あった、こあでもこれ見せたんじゃない、プリクラだから誰だか分かんないって言われたやつだよね、めちゃめちゃプリクラ、これここ中3かな、これどっちだろう、中3か高1か、こんな感じでした。隣は親友です、プリクラじゃ分かんないよね、プリクラじゃ全く分かんないみたいな感じでした。こんな感じしかない、プリクラしかないんだよね、そりゃそうだよね、わざわざ写真撮るような人種じゃないしな、うん、何です、プリクラの写真がスマホにあって、え、プリクラはスマホで撮れたからそうそう、輪郭が火事だって、そうだよね、まあ、火事輪郭が変わってないからな、でも誰だこれって感じだよね、怒ってやばかったんだけどね、ないんだもん、意外とないもんだね、なんか誰かの LINE のグルなんかノートとかにさ、ないか、諦めよう、それはなんか姉ちゃんのないか、無理だ、ピエン、ほんでえっ、ー、と高一の時は全く思い出せないよね、あでも仲いい子が結構いたよ、高一は結構みんな仲良くて、クラスがで、なんか一回お泊まりに行ったことがある、友達ん家に、ああ7人も多いな、でも6人7人ぐらいでお泊まりに行ったことがあって、友達ん家に泊まりに行くのは私はあんまりなくて、ああやっぱ親友の家とかあったけど、あんまりこう高校の時の友達と行ったのは初めてで楽しかったかな、うん楽しかったな、で中にそうホラー映画みたいなの見てめっちゃ怖かった、そうそう怖かったなって思った、アナベルとシレーアナベルとエスター、そうそう、なんか高校の近くにレンタルビデオ屋さんがあってそこで借りていって、うん、めっちゃ怖かった、寝たよね怖くて、うん、そうそう、その7人ぐらいの女の子がなんか結構一緒にあれ行ったりしてた、あのお好み焼き食べ放題とか行った、 B 級ホラーって、あ結構有名なやつだ、エスターとか司令官とかだいぶ有名なんじゃない、私は好きではなかったねちょっと怖かったな、でもすごく楽しかった思い出、それは楽しかった思い出はあるかな、うん、お好み焼き大好き、うん、そうね、その子たちはすごくよくしてくれたイメージだな、楽しかった高1、結構高校1年生2年生3年生どれが楽しかったって言われたらやっぱ高1が一番楽しかったのかなって思ったりしますね、うん、
ラー見ないからな、ちょちょ見ない、自力でマイコプラズマ肺炎治したの高1じゃないのって、あ高1だった気がする。マイコプラズマ肺炎をね自力で治癒させた私はすごいと思う。その話していい、その話していい、中3か高1ないよ、多分高1だったと思うんだけど、熱出て、とりあえずね熱出てめっちゃインフルとか流行った時期だ、こあと溶連菌流行った時期で、うわ終わったと思って病院行ったら、インフルでもないです、溶連菌でもないですって言われて、あれただの風邪かよかったと思って家帰って、まあ、解熱剤飲んですっごい熱だったからで寝て起きたらまた熱上がってるのって、やばいまた熱上がった、まあそれ一回じゃ飲んだよなっていうのを繰り返して、次の日になっても熱下がんない、やばい、その次の日になっても熱下がんないのよ、あ違う違う違う、その次の日になっても熱下がんなかったからやばいと思ってもう一回病院行ったよ、でやばいっすやばいっすって言って、一体じゃあ血液検査しましょうって言われて血液検査したのよ、逆だ、うん、やばいってなって熱上がって下がって、じゃあ熱上がっただの風邪って言われて解熱剤飲んで寝てもお 下がんない、ね、でまた薬飲んで熱下がってでまた上がってっていうのをやってたらもう体がおかしくなっちゃって、もうまあまあ熱上がる時もぶわー汗かいてめっちゃ寒気してやばいってなって、で熱上がる時あ来てる来てる熱上がってるやばい来てる来てるっていうのを何回か繰り返したら、もうぐったりぐったりげっそりしてなんか死にかけてママにごめんもう一回だけ病院連れてってもらってもいいって言って行こうって言って行ったら、血液検査しないと分かんないかもしれませんって言われて、やばいじゃんってなって血液検査して、あー結果出んのまだ先だよって言われて、明日とかだよねって言ってやばいねって言って、とりあえず今日は生きて頑張って生きていこうみたいな感じでなって、次の日起きたらめっちゃ熱下がってたよ、うん、であれ下がったわって言ったら電話来て結果出ましたみたいな、って言ったらマイコプラズマ肺炎でしたって言われて、あーでも治っちゃいましたみたいな感じになってマイコプラズマ肺炎って自力で治した、マジ1週間ぐらいかかって本当に死ぬかと思った、熱上がってんの分かんの嫌だし、熱下がるの、あの解熱剤で下げるのってもうなんか本当にしんどいんよ、1回や2回だったら耐えられるんだけど3回4回ぐらいになってくるともうなんか死ぬ直前みたいな悪感がすごくて、やばい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 みたいな感じになるのよそうそう、その時にそうマイコプラズマ肺炎を私はそこで自力で治しちゃったから、あの何いや急なんだっけ証明書みたいの出なかったのよ、治っちゃったからなんとか証明書だから、なんか欠席扱いにならなくて、ただのただで風邪で休んだ子みたいなやつだそれで私進学する予定だったからやばいじゃんみたいな感じになったんだけど、まあ、進学はねしなかったからセーフだったけど、なんか無駄に1週間休んだ女の状態だったんだよね、そうすごいそれが嫌だった、うん、いやマジでマイコプラズマ肺炎って自力で治せるものなのってじゃあ思ったよ、めっちゃ面白かった、そう今めっちゃ面白かった曲だったんだけど、あの時本当に死ぬかと思ったって感じでした。高校生だったかなっていう思い出があったり、あとは文化祭かな、なんか私さ結構アプガニ家のメンバーってちっちゃい頃からアイドルやってる子が多かったり芸能やってた子が多いから、普通の学校生活ちゃんと送れたのって私ぐらいなのかなって思ったりするから、そこはまあ良かったのかなって思うんだけど、文化祭は高1の時屋台みたいなのを出したので、屋台じゃない何お祭りなんだっけ、ゲーム屋、なんか
お祭りをイメージしたのね、私のクラスは。で投げ輪して いいとこ入ったら景品もらえるとか、なんかバキュンバキュンって打つやつとかあったんだけど、アイスも売ってたの、シューアイス。そう、シューアイス多分60円ぐらいで売ってて、めっちゃあるわけよ、最高じゃんと思って。うち、まアイス売る係だったんだけど、自分で60円払ってアイス取って食べて、また60円払ってアイス食べて、でまた60円払ってアイス食べてって、すんごいものすごい自分で消費してたそういう思い出です。そういう思い出かな、うん、はあったかな。自給自足で完売しましたアイスつまみ食いしてないよ、ちゃんとちゃんと自分で消費してって感じです。ってことだったかな。あとはお化け屋敷は2年の時に私お化け担当だったかな。アイス食べるって言ってたって、大丈夫アイス大丈夫、やめた食べんのえらい。で私すごいんだけど、文化祭のお化け屋敷リタイアしたんだよね。文化祭のお化け屋敷リタイアした。そんなやついないよね、マジ申し訳なかったな。怖い無理って言って帰った。あとなんだろう、高一でしょ、本当に記憶がやばい、マジでわかんないな。覚えてないな、高一全然。でも何年前、10年前ぐらいじゃん、もうそれはそうだった。8年、9年、8年、めっちゃ前勉強の方はあんまり得意じゃなかったんだよね、やっぱり。工芸学習あったって言うとね、横浜中華街に行きました。で、カップヌードルのやつに行きました。カップヌードル自分で作るやつ。そこのカップとか自分でデザインできるんだけど、上にしけって書いてた。ガチガチのオタクだったっていうね。懐かしいな感じかな。木当田先生は高2です。心霊現象に一回出くわしたことがあったのが高2。なんか文化祭の準備の夜まで残ったんだけど、帰る時に一人の子が、隣のお化け屋敷さって、今行くのが一番怖くないって言ったの。誰ももういなくて、そう、今入るのが一番怖いよって言って、入ろうぜって言ったんよ。でその入ろうぜって言われる1分前ぐらいに、先生が、私そのお化け屋敷のクラスから机持って出てきて、めっちゃうちらの方向いてたのね。でなんか身だしなみをね、めっちゃ厳しく言う先生が多かったから、やばいって思って、しっかり身だしなみをうちは整えて、先生めっちゃ見てるからちゃんとやっとこうって言って、こうやってやってる
証拠がここにあるのね。で先生さっき私のことめっちゃ見てたし教室入ってったからってダメだよって言ってその子がパッて電気つけたら誰もいなかったよ。端っこの教室だったの。机運んでたの誰ってなってめっちゃ怖かったっていう。で私がもう怖すぎてうわーって泣きながら親友のところにうわー助けてって言いながら親友のところに走っていきました。マジ怖くない？私それだけ一回だけなのよ。心霊現象みたいな、まあ心霊じゃなかったかもしれない、私の勘違いかもしれないんだけど、そういうことが一回だけあったんだよね。なんかそれはもうあんまり考えないんですよ今。何だったんだろうとか思って、実話なんだけど何だったんだろうなって思うね。じゃあ怖いから曲でも流すか。じゃあこれからも流そう。エピソードトークの引き出しが多めだって。高校で骨折はないかな。高校の骨折はなかったと思う。ここで怪我はしてないんじゃないかな、あんまり。うん、ここで怪我した思い出ないかも。よかった。ミンティを教えてくれた隣の席のなんちゃんの話なんだっけ。ミンティアの話なんだっけ。やばい、うちも記憶なんだっけ。そのなんかなんだっけ、ミンティア、うわー思い出せない。ミンティア、ミンティアなんかあったね。やばい。でもうち高校の時のあだ名がボルテモートだった。なんだっけミンティア、なんだっけ、なんか話した気がする。やばい、記憶が薄れてってんのかな、やっぱり。ミンティア、ミンティア、うわなんだっけ。ミンティア落としました、最近だね。あった、ミンティアは駅でミンティア落とした人がいたから落としましたよって言ったら中からでポイ捨てだったっていう話で、ぬゆきさましにミンティアくれた。あったかも、あったかも。めっちゃ声でかかってた。そうだ、なんかさ睡魔がひどかったんよね私。なんか鼻の薬塗ったからさマジで眠気やばくて。そうだ、なんかミンティアくれたのあったな。なんか思い出すな、顔どんな顔してたかな、思い出せない。男の子、この顔が。そのボルデモートってあだ名つけた人は覚えてんの。うわ、クラスメートの名前、あ、顔がどん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 薄れてってる。ってのこと忘れられてすんのかな、やっぱり。意外と部活の話は出ない。高校部活やってないんですよ私。バイト部。ボルデモートは何なんだって。ボルデモートあれだよね、ハリーポッターの敵じゃなかったっけ。ねえ、私ハリーポッター見てないから分かんないんだけど。ゲーム仲間がいたのよ。そう、たまに今もゲームするんだけど、ゲームする友達がいて、そのゲームやってたのがクラッシュロワイヤル。クラロワをやってて、そのクラロワを教えてくれてた子がうちのことを、なんか髪の毛ちょっと薄かったから、なんかハゲみたいな、ツルパゲみたいな
感じのことをなんかちょっとネタで言ってたらボルデモート似てるって言い始めそう、あそうそう、でも私中学の生徒会長には会島って誰だっけってこうメンションされて、お名前フルネームで教えてくださいって生徒会、あ成人式の二次会の時に言われたグループラインで誰ですかみたいな忘れられてんだよ。だから確かに私あんま LINE とかも交換しないのよ、自分の連絡先を。今こうやってみんなにお話結構するの好きだけど、昔は本当にあの最低限の人としかあんまり LINE とか交換しない系女子だったからなんかいっぱい友達いるみたいな人いるじゃん、あの人に連絡先知ってるよみたいなって感じえそうなんだっつって教えてとかも言わんとふえっつって、なかなかそこで教えてほしいと言っても教えてって言えなかった。一回も自分から連絡先教えてって言ったことないかもしれない、うん、いまだにプライベートで自分の話をしない、しないね、しないというかできないのよ、なんかあんまり。そう、会社のこと友達と思ってる人多そうって、他に自分自信がなかったんだろうね。寝くるものだったんで、だいぶ連絡先とか全然わかんないな。ごめん、高校では部活してると思ってた。したいしない、バスケ8年間やったんだけど、小2から中3までやってたので、あとずっとバイト、高校部活やったの親友が弓道、ストリートファイターに明け暮れていた頃って明け暮れてないスーパーのメディアにいっぱいあるよ。高校1年生の時に面接に行ったんだけど、なんでそのスーパーに行ったかっていうと、中学の時の職場見学みたいな時にそのスーパーに行ったの。私はたまたま、私どこに行きたいとか希望とか聞かれないかったから、職場体験で私がそのスーパーに割り振られたので、そのスーパーの女の人たちが、あの主婦の方とかがめっちゃよくしてくれて楽しかったんですね、職場体験が。で最後他の職場体験とか飲食店の子とかはご飯食べさせてくれたりとか、お菓子屋さんとかお菓子くれたりとかしてる中、スーパーは何もあげられないからって言って、店長が自販機で好きなジュース買いなとか言って、お金で自腹でお金入れて全員にジュース買ってくれたりとか、なんかすごいもともとめちゃめちゃあったかい人たちなんだなと思ってみたわけ。そしたらなんか後に一緒に働くことになった主婦さんが、その私がまだ中学2年生か3年生の時に、いやなんかもうバイト全然、バイト求人やってもさ誰も来ないから来ないよみたいに言ってくれて、待ってるね高校生になったらみたいなこと言ってて、それで私はあ、じゃあ高校になったらここで働こうって思った。で面接の時に、中学の時に職場体験でここのスーパーに来て、ここで働いてる人たちと一緒に働いてなんか社会を勉強したいです、でその社会で勉強したのをこれからの大人になってからの人生に生かしたいので、ここで雇ってくださいって言った。そしたら一発 OK でバイトやらせてもらった。実家から近かった、チャリで行ってた、チャリで、うん、チャリで行けるくらいの距離だったので。いやめちゃめちゃあったかいバイト先ですよ。いつか恩返ししに行きたいよね。また店長が移動しちゃったみたいで、今そこにはいなかったりとかするし、主婦さんも、まあ、結構いらっしゃるけど辞めちゃった方もいらっしゃるから、なんかね、みんなでまた会いたいなって思って、そのスーパー題材に曲かけそうだって
え、でも書けると思うそれぐらい思い出があるし、なんか人間のあったかさを一番最初に教えてくれたのはスーパーの方々なんじゃないかな。香水くれた方に未だに連絡取ったりします。でもご飯ついてってくれたり、一番スーパーで仲良かった先輩で、年もまあ私が今22だからあれだけど、私は高校生の時はなんか20だから2ぐらいだったんじゃないかな。そうだよ、私は高1の時多分22歳ぐらいだったと思うから、すごいよくしてくれて、年齢も近い方だったし、なんか私の学年、私しかいなかったから最初、私と同じ年代の人が私しかいなくて、後に同い年の子が一人入ってきたりしたんだけど、そうそうそう、まあね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、明日のお題言わなきゃ。高校生の話でした。明日チーコちゃんだって。チーコちゃんもかな、気になるな。チーコちゃんも同じお題出そうかな。高校2年生の楽しかった思い出ベスト5、そして新学期の抱負をよろしくお願いします。それではファニコンの方も皆さんぜひよろしくお願いいたします。明日はアベマ TV のクロちゃんのボートレースの番組出させていただきますので、皆さんぜひご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。手話移植せーの、以上です。またね、ありがとう、バイバイ。おやすみ、みんな休むんだよ。明日も頑張ろう。